いやどうも、東海のテザード芝居のリョーダ東海オンエア広告オーディションに挑戦。イエモン京都ブレンドを一口飲んで決め台詞をバン、誰が一番美味しそうに見えるかっていう勝負、はいはいはい、じゃあいきます。京都の香りに包まれる、うまい。いやこんな感じでしょ。行かせていただきましょうね、はい、一口で伝わるこの京都の香り、よしもうかもうない。いきます。あ、喉が年越しちまったよ。むずどういうこと。喉越しよすぎて年越しちゃった。結果が来た。うわ緊張する。ほい12 14 7。バーン7。僕が優勝です。徹夜優勝。オーディション採点シートがなんとですね、はい、配布されるらしいです。なんと、はい、いやどうも、東海のテザード芝居のリョーダ東海オンエア広告オーディションに挑戦。よくね、広告オーディションってあるじゃないですか、はい、今回こちらの伊右衛門京都ブレンドを一口飲んで、うん、で決め台詞をバーンと言って、うん、誰が一番美味しそうに見えるかっていう勝負をしていきましょう、はいはいはい、なるほどね。得意です。結果は誰が決めるの。あの実際にね、うん、サントリーの担当者さんが決めてくれるらしいんですよ。えぇ、ー、恥ずかしい。ガチじゃん。本家が早速やっていきましょう、はい、やろうやろう。これ一発勝負。まあ一発でしょ、そりゃ。うわ、何回も言ってもしょうがないから。じゃあ行きます。はい、ちゃんとラベル向けてね、これ。あ、大事よね、大事。うわ大事。京都の香りに包まれる、うまい。いや、こんな感じでしょ。こんな感じでしょ。じゃあ、行かせていただきましょうね、はい、うわ、今、量こっちだったか。いや、どうだろうな。いや、これ前髪でね、こう左右違うタイプはこういうの大事なんですよ。ああ、なるほど。こっちからみたいなね。見えるよね。もう崩すな、もう大事なんくそ、右手だからこうなっちゃうな。いや、ここバーコード見せた方がいいじゃん。ここバーコードいいだろ。こういくか。いや、手間取るというかね、こっちでいきます。おい、投げえ。おー、いいよ、はい、やれよ。こうだな。はい、徹夜さん、どうぞ。ん、え、徹夜、え、徹夜、徹夜、お一口で伝わるこの強度の香り、よし、もう一回、もうない。飲みすぎだよ。一口って何。めちゃくちゃ飲むやん。パッて言おうとしたら思ってる、うん、この京都あたりで京都ってなってるね。まあ、インパクトがやっぱ大事だからね。確かに。じゃあちょっと変えよう。危ねえ。危ねえ。同じの考えてた。どういう流れだったの。今考えたのふざけだったわ。いいですか。いいですよ。いきます。もうこっから最初から大事だから、ね、あ、ここスタートじゃないパターンね。そう。ほう。喉が年越しちまったよ。むずどういうこと。どういうことどういうこと。じゃあ解説いいっすか。いや、喉越しがいいって言うじゃないですか。うん、喉越しよすぎて年越しちゃった。あと多分だけど、はぁってあの状況なんでもうまいよ。水だでもいいぐらいうまいよ。なんでも他の候補何があった。ゴクブドン。これ肉やん。意味が分からない。褒めの最上級は肉なんだ。来た。おお、来た。お、結果が来た。おーおー、うわ緊張する。さあ結果が来ました。はい、緊張する。こんな採点されてんのか。せーのでみんな同時に出しましょう。はい、はい、せーの、ほい。12 14 15 7。バーン。7。おい担当者7だろ。おい決めな。なんだ、もらえただけいいだろ。うわ、え、ってことは優勝は僕が優勝です。あ、答え、徹夜優勝。あ、ごくごく感が5。ボトルの見せ方も徹夜のが上だ。あ、なるほど。で、僕ごくごくは3。コメント2。コメント2です。
ボトルの見せ方に。こうやってやつとか、ね、こうなってた。この項目の細かさすごくない？ね、3つもちゃんと項目あって、で合計出されてるね。ね、2だよ俺。お前で2だったらさ、何言ったら1になるの？あ、そう、このね、うん、イエモン京都ブレンドのこのオーディション採点シールがなんとですね、はい、配布されるらしいです。なんと、はい、あのぜひ皆さんもねこのシールを使って友達とねオーディションやってみてはいかがでしょうか。楽しいです。楽しいですねこれ。バイバイ。